おはようございます、シャイニングフォース3シナリオ2残すところあと2戦となりました。今回はですね、次の戦闘が、1軍2軍に分かれる戦闘なんですよ。でそうなってくるとやっぱ2軍の選手がやはりまだ育ちきってないので心もとない。で今回2軍かなり頑張らなきゃいけないシナリオみたいなので2軍のレベル上げ会というのをやりたいと思います。で今回2軍に選ばれた方々をご紹介しましょう。まずウォルツですね。ウォルツ姉さん、次にロック、ロック将軍バーナード葉月ヘラ、多分ロビーは1軍かな。アーサーも1軍だと思う。ガロッシュペンコパペッツ、彼らのレベル上げをしていきたいなと思います。でレベル上げをどこでするかというと、もう今度はねリターンなんていうそのまどろっこしいことはしません。ここストリッチの前回戦車があった地下遺跡あったじゃないですか。あそこに、今回またねシナリオ1でもあったようなレベル上げ用の神殿があるらしいんですね。うん、ということでレベル上げ用の神殿があるらしいので行きたいと思います。で俺さ、そう編集しながら気づいたんだけど、これなんかあるな、この木箱の間に。ダビデが一瞬だけ戦うコマンドになったのを見たの、この前。やられたわ。あれどっち行く、こっち行くんじゃないよな。ん、俺も初めて来るんだよね。あ、これか、んこれ、ん違う、んあ、こっちか、ここか、ここね。はい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 、来たー、地下遺跡第1階層。もう今までと多分テイストも全く同じなんじゃない。お、リーダーがいる。あいつを出せば終わりか。じゃあ今回はレベル上げしなきゃいけない人たちがいるので、レベル上げしなきゃ、くしゃみをしたら収録をやめよう。次くしゃみしたら収録やめろ。もう今日こんなにくしゃみするようならもうやめた方がいい。おお、スケーブ、多分このスケーブかなり弱いんじゃない。見ていい、うん、かなり弱いね。でこいつらを倒すことでものすごい経験値がもらえるはず。今までの地下遺跡のてかこうなんて言うんだろう、最終的なレベル上げ遺跡の、まあ、パターンからいくとそうだよね。ガチャ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 、うう、お、向かってくるかスケーブ。で四隅に永久に出てくるタイプなのかな。一も食らわんだろう。うわ、倒す。ナイス。経験値はどれくらい食らえるの？食らえるってなんだ。レベル15だと、まあ、旨味はないのか。どんだけカウンターすんだろう。今まで一回もやったことないだろう。張り切りやがって。格下が仲間だと思ったら急に張り切りやがったこいつ。やめろ。こういうとこなんだよな。やめろ。うぅ、ペンペンとかのレベル上げになるんじゃないかなと思ってるんだけど、ペンペンって言っちゃった。ペンコのね、ペンコのいいレベル上げになるんじゃないのかな。ドゥンドゥ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 、あー、レベル10でもう経験値入んないのか。じゃあここはヘラと、そうだね、ヘラとペンコのレベル上げようかな。あれ、ヘラも経験値ない。ペンコよ、まさかの。嘘でしょ、ペンコのためのレベル上げありえるか。言ってペンコだってレベル 5だぞ。いや、まあいけるか。じゃあちょっとペンコのためにレベル上げしてあげるか。しゃあなし、しゃあなしです。これは愛情たっぷり詰まったペンコに。もうだからペンコ2軍落ちは確定してるんだよな今回。いや、分かってはいるんだ、分かってはいるというか、ペンコには頑張ってほしいよ。俺だって1軍で育ててやりたかったよ。1軍で戦わせてあげたかったけど、違う、ペンコがそう言うんだもん。だって私は2軍でいいわ。
こんな時どんな表情したかいいかわからない。ちょっと何言ってかわからない。ちょっと何言ってかわからないって言ってたけど。ペンコがね。俺じゃないよ。俺は噛んでない。ペンコが噛んだ。それ忠実に真似しただけだ。パペッツでこんなやつ倒したら相当ひどい目に遭うな。多分ここのボス手前あたりでまたブルードラゴン的なやつが出てくると思うんだよな。そいつをペンコに食わせたい。できれば。うわ、全然届かないじゃん。あ、誰がいるんだ、パペッツか。パペッツからしてみたらペンコは魔物だよな、明らかに。ドゥードゥー、そんなのけぞるほどオーバーリアクションだな、随分。うー、うー、全然余裕だ。1,2,3,4,5、すごい数がいるな。ちょっとまず一回ペンコに殴らせてみて、どれぐらいのダメージを与えれるかで、ちょっと本当にそれからだな。そこからこの遺跡、この1階層を何回往復するかが算出されると思うんだけど。いやー、はしゃいでんなー。さあ、ペンコの餌だぞ。はしゃぎやがって。ちょ、ペンコ、まあ、ペンコはまあうちのチームじゃ一番、まあ、鈍足だとは思うけど。てかヘラでレベル上がんない、てかヘラで経験値もらえないのはちょっと残念だな。ありなのかな。ありだろうけどさ。いや違う違う違う、ちょっと早く早くペンコに戦闘させてくれ。楽しみで仕方ないんだもん、ペンコの戦闘が。ペンコでどれぐらい食らわせられるか。なんだこれ、すごい渋滞だな。ロビーも動いて、じゃあ次ペンコだ。よーし、来た。さあ、どれぐらいのダメージを与えれる。ドゥドゥルドゥー、テテ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 、来たー。じゃあここは黙ってペンコのレベル上げをして、多分ペンコのレベル10ぐらいまではスケーブンだけで育てられるんじゃない。お前やめろって、何なんだこいつ本当に。はしゃぐんじゃねえバカ野郎。まあじゃあちょっとペンコをレベル10にするまでカットしましょう。おっ、おぉ、脳が死んでたわ。ペンキックで目が覚めた。よくやったー、ペンコ。じゃあ帰ろう。一旦帰ろう。おぉ、このペンコに喧嘩売るとはいい度胸だ。うっ、もう大丈夫、ペンコ。やわじゃない。おぉ、帰ろう。よーし、やっとペンコが転職だ。仕事に着くぞ。みんな健康だそうだ、転職。どこだペンコ。サンバペンギン。サンバペンギン。ペンギン？ペンコは。サンバペンギンと誰がよ、まあ。ペンギンではあるんだな、じゃあ。ちょっと見せてくれ、顔。その顔を見ればサンバペンギンが何なのか分かる。ペンコじゃねえか、なめんなよ。腰身のっぽいからサンバペンギンつってんのか。いい加減しろ、いい加減にしたまえ。駅員に当たるループ、いい加減にしたまえよ。睨みを聞かせるループ。じゃあ先に進もう。よーし、まず進化したな。まず一つ進化した。じゃあ次はレベルの低いヘラとペンコのレベル上げだろうな。でその後に、いやでもまあ どんぐらい経験値くれるやつらがいるのかわからんからな。少し進むか、少し進んでみよう。お、サンバペンギンのペンキック強い。
これがサンバペンギンのペンキック。でももう全然経験値手に入んねえな。もう殺そう、こいつサクサク殺して先に進もう。なんだお前ら、サクサク殺そうっていうのが聞こえたのかな。意地があるんだろうな、ザコには。ザコの意地が。そこ、ナイス、終わりだゾンビ。これで、おお、な、どういうこと、どういうこと、どういうこと？あ？何あの穴？ちょっと待て、ちょっと待て、あの穴の説明をしろ、誰か。あの穴は何だったんだ、一体。何の説明もないまま次が始まったな。よし。ここも多分レベル上げに使えるはず。何ら変わらないけどな。何ら変わらないけど、とりあえずレベルの低いやつらで先行させよう。それでいいんだろ、それが見たいんだろ、どうせ思い通りにしてやろうぜ、相手の思うツボにしてやろう。レベル15以上はとりあえず待機だ。レベル15以下の人たちで戦闘させる。おお、もういきなり、おお、すごいね、気持ちが前に前に来てるな。さあ、まあそりゃそうか、何の面白みもないな。ちなみに経験値はくれるのか。くれないじゃないか。13レベル以上のやつの全員撤回だもん。撤退だ、撤退、帰れ。レベル10でどう？レベル10の人がどれくらいもらえる？これによるわ。1ポイントじゃないか。またペンペンじゃないか。そしたらペンペンに頑張ってもらうしかないじゃないか。じゃあもうとにかくペンペンに戦わせよう。ということでまたここもカット。うわー、結構硬い。おらー、また一つ強くなったな、ペンコが。順調だ、順調。このままレベルを上げていこう。これ何階層まであるんだろうな。相当レベル上がったと思うけど。うー、喋。秋田は雪が降ってるよ。こんなことになるとはな。まあもう11月だしね、雪も降るわ。いな、これからどんどん会社に行くのが億劫になってくな。なんだろうそれ。シザークラブ、ヘルハウンド、確かに少しずつ強くなってるな、敵が。まあ、言ってたな、言ってまだ全然余力があるというか、全然大丈夫だな。じゃあ変わらずこのレベルの低い人たちに戦ってもらうことにしよう。飽きるまでレベル上げだ、飽きるまでレベル上げで。ウルドはやっぱり回復要員としてみんなと一緒に行ってもらわないと困る。 OK、 13レベル以上は留守番ということで。よし、行ってこい。うわうわ、常日頃から泡は出せんな。よーし、 OK、 終わった。どんどん穴が開いていくな。一体何なんだ、妖精の粉もらおう。これ今3階だろ、次が4階。一生このパターンなんじゃないかこれ。でも次はなんだ、こいつがいっぱい出てくるのか。まあいいや。まあ同じパターンだから同じようにやっていくぞ。俺はこの攻略を変えない。2軍の中の2軍で戦ってもらう。あとは任せた。一応レベル13部隊を後ろに控えさせよう。レベル15部隊はまだだ。ペンコカーニバル、ね、うわははは
また強くなってしまったな、ペンコが。ついにペンコは最大奥義も覚え、攻撃力3 見てくれ、化け物じゃないか、もうどうしろってんだ、ペンコに。このゲームは一体ペンコに何を求めてるんだ。終わらせよう、もうこんなところ。全員の最低レベルが、もう1軍2軍合わせて最低レベルが12になったね。オルトは13。いいね。よーし、もう終わらせよう。もう十分だろ。もうレベル上げした。殺せ、そいつを。倒して構わんのだが。遠慮してしまうんだな、どうしても。いつの間にかウリュドもレベル16だし。モグラ叩きの要領で、出てきたヘルハウンドから殴ってると。土から出てきたセミをその日で殺す。むごい。人道から外れることを言ってしまった。やめてくれ、余計なことをするなよ。なんだ、敵が強くなってきたんだな、気づいたら。ここはここまで頑張ってくれたロックがとどめを刺そう。ナイス、いいね。さあこれで第4層が終わった。大丈夫か、アーサー奈落に落ちていくかと思った。アーサーが、いやもう十分なんじゃないか、これレベル上げとしては。まだやらせんのか俺に。まだやらせる。おい、ちょっと待て、すごいのがいるぞ。これ女王アームじゃない、女王アームだ。全員で行こう。これはもうさすがに最終局面と見た、これ。まあ多分またなんか前回で言うウィザードみたいなやつがいるとは思うんだけどさ、ここはもう全員で行くぞ。で、できるだけレベルの低いやつにとどめを刺させる。それでいいだろう。ジョーアーム、パペッツ、お前もしかしていけるのか、ジョーアーム。いけそうだな、なんかいける気がしてきた。いや、ちょ、ウリド。ウリドじゃねえ、誰だっけ。ウォルツでもない。誰だあいつ、ロビーだ。名前が出てこないよね。しばらく触れて、うわー。ゴミ。でも体力すごいな。うん、アーサーも大丈夫だろ。ダンダダンぐらいじゃん。うわーうわー、死んだんじゃないこれ、アーサー。あ、これアーサー死んだな、多分。なんなんだあいつは。開幕ペンペンの餌というか、もう養鶏場に迷い込んだ豚のようにペンペンの餌をむさぼってたけど、いざ出番だと思ったら一瞬で殺される。なんだあいつ、本当に何なんだあいつを。2軍にすると今心に誓った。あいつはもうこれ以上見込みがない、諦めてくれ。シャイニーフォース1からの馴染みだからさ、俺も使ってあげたかったけど、どうやらそうはいかないみたいな。奴がそれを拒んでる。俺を使うなと言ってるわ、多分。そうとしか思えないわ。そうだとしてもひどいな、その以上。怒りがどんどん込み上げてくるわ。押し通れ、押し通れ。おー、いいねー、ヒドラレベル、いいなー、ヒドラレベル15ぐらいまで上げてくれるんじゃないか。骨食いの太刀、骨を食え。ヒドラの骨は栄養にいいぞ。かなりいいな、マジで。かなりいい経験値になる。いやー、一回戻るか、リターンするか、朝のために。どうする、朝のためにリターンする。朝のためにリターンするか。女王アームが仲間になるかどうかによって考えようっていうのも、人が喋ってる時にすごいつくな、こいつは。つき方が本当に異常だったよ。いや、落ちていいだろ。後ろのヒドラを倒そう。当たってくれ、すごい強い。
いいね。あ、間違いないな。ここレベル3、レベル15にできるね。ここで全員を。パペットはちょっと、パペットはちょっと一旦待機だよ。レベル15が適正と見た。ドゥンドゥ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 。これ眠ってないやつ倒せばよかったな。ちょっと間違った。一旦しようか。じゃあさすがにちょっと朝かわいそうになってきた。朝かわいそうと思えてきたんだけど俺。どうも。いいか朝ぐらい。今いいか、いいよ朝ぐらいっていう派閥と、いや朝も活躍させてあげようよっていう、この今脳内で今会議が行われてる。アシッドブレス厄介だなこれ。防御力下げるってやつ。とりあえず回復してあげるけど、ヘラも技はもう最後の技まで覚えたわ。3段階、3段階目がちゃんと覚えれたんで OK ですね。くげー帰るか。帰ろう。ちょっとやっぱさすがにアーサーも育ててあげよう。でここまでカットするわ。ペンコも作れんの？マジか。ペンコもくちばし作れる？ちょっと待ってくれ、ほんと。あー、待って待って、アーサーいますよ。銀のくちばし？ちょっと待って、じゃあ、ペンコ、厳選してみるか。いやー、ちょっとサイトとか見てみようかな。どうやら調べたところペンコの装備はこの銀のくちばしだけみたいだ。なんか得した気分だね。じゃあチビで装備して、やったー、ついにペンコがさらに強くなっちゃった。もう攻撃力順とかにしたって、いやそれさすがにもうエース級のやつらに比べたらあれだけどさ、ペンコ73だぜやばくないか。防御力は44、それは大したことないかもしれないけど、すごいなペンコ。素早さ36って、これかなり強くなったなペンコ。それに引き換えアーサーと来たら、まあ、いいや、セーブしてもう一回。よーし来た。道中誰だっけ、ハズキか。ハズキの骨食いの太刀を間違って薬草と交換して捨てるっていう大事件はあったけど、全然大丈夫、痛くない、痛覚がないんだ俺。大丈夫大丈夫。一瞬あっっていう声は出たけどね。気づいた時一瞬だけ痛い気がしたけど、そんなことなかった。別にもういいやってってね、畜生。ドゥイ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 。こいつは生かしておくと危ねえかんな、早めに対処。さあ銀のくちばしの技を見せ、おおペンキック、唇が紫色だ。ずいぶん寒いんだ打ち震えてる。自らのこの近まりってある、力の高まりに打ち震えてる。いいレベル上げになるな本当に。全員レベル15にしようや、せっかくなら。まあせっかくならっていう話でもないけどさ。いいねー、ボン。あんまり混乱って効果、効果的だった記憶がないんで。まあしっかり一人ずつ倒していこうぜ。イカズチの陣、まあ、手裏剣が十分強いよ、もう十分十分。それでよし、大丈夫だろうな、アーサー大丈夫だろうな。お
俺の心配とはよそに。うわー、しかし攻撃力低い。攻撃力は低いな。やっぱりアーサーって感じだな。ドゥンドゥ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 。よしよしよし。パペットも、ああそこペンコがいる。パペットも今回はかなり活躍してもらわないといけないから、これは戦わない方がいいな。レベル15のやつはちょっと出しゃばらないようにしよう。うわ怖いな、ヒドラの集団。4体いれば12個だもんね、顔が。効く。こりゃ効く。ちょっと待て、お前ら。遠慮がないな。遠慮がないな、こいつら。アシッドブレスだから死ななかったけど、アシッドブレス以外だったら死んでる可能性があるよな。だからしっかり回復してあげよう。しっかり回復。レベル上げも大切だけど、ここら辺でヘラにはちゃんと自分がヒーラーだということを認識させる必要がある。ペンスパート、ほら異常な強さは本当に異常と言っていいよな、この強さ。いや、これバーナードも先行させていい。ハズキに倒させるか。そうだ、ハズキに倒させよう。いけるっしょ。火力が、まあいいか。大丈夫大丈夫。パペッツは大丈夫。ウォーリア、ロック将軍に倒してもらおうか。早々にレベル15にして削り部隊の方に回ってほしいね。前線削り部隊に。アーサーはもう一番後ろ行ってくれ。危ねえマジで。女子供と同じぐらい危ねえ。戦場に出てはいけないレベルだ。おっと、今のは男尊女卑だった。危ねえ。俺の YouTube のチャンネル 92% 男性で 8% が女性だって言われた。嘘をつくな。マジで。確かつい最近一人だけあのチャンネル登録してくれた。あんなもう本当に垂れ流しのチャンネルで大丈夫なんだろうか。大丈夫だからいいんだ。大丈夫なんだろうな。まあ、俺が心配したってしょうがないよ。俺が心配したってしょうがないって、俺以外に心配するやつはいないんだけどさ。まあ大丈夫だろう。トライアングル。ちなみに YouTube のチャンネルは、このニコニコ動画を見てる皆さんは登録しなくても大丈夫です。こっちで上げたものを向こうに再収録してるだけなんで。一切新しい動画ないんで、安心してほしい。おい、こんなヒドラにかわされてるようじゃ、お前先が思いやられるぞ。で、できるだけみんな密着してほしい。囲まれた時結構大変な目に遭うから。そうそうそう、4人に囲まれたら絶対即死しちゃうから。ヤシの雫、いいね。よしよし、倒せる？倒してほしいなー。どんまい。まあまあまあ、オッケーでしょう。上がりがあんまり、上がりがあんまりだな。回復はいらない？いらないのか。一応、ないか。待機させとくか。パペッツにも一応、削るだけ削らせよう。遅っ！動き。メリーゴーランド覚えた。メリーゴーランド覚えたって。メリーゴーランドって覚えるもんなんだ。あ、これ確かオーラ使えるよな。装備、使う。あれ？あ、持ち物使うでいいや。これこれ。回復してあげようぜ。どうせならここ。いいなぁ。ロックのオーラ珍しいぞ。これはアーサーに倒してもらうか。
アーサーに倒してもらうか。1体でも減らしとこう。早くレベル16になってくれよ。お前もで、ロビーが、わあすごいな、圧がすごい。プラズマシェル、いいねいいねいいよ。バーナードが倒そう、倒し、スペルウイルス、うわ遅っ。魔法は使わないだろうけど、よしよし、癒しの雫の代わりに薬草。んロビー大丈夫？うわーうわー、これ死んじゃうんじゃないか。ロビー大丈夫？大丈夫かな。うわーこれ鬱陶しいな。死なないとは思うけど、あーよかったよかったよかった、アシッドブレスなら死なないでしょ、固定ダメージでしょこれ。よしよしよし、これちょっとちゃんとみんな回復していかないと即死ありえるね。オーラ使おう、ウルドに集合だな。ウルドのところで大きめのオーラ使おう、ヘラが。じゃあどうせ回復してくれるんだし、ここはもう削りに行こうか。うい、オーケー、ナイスダメージ。心奪われた、ヘラがすごいな。ヒドラの心を奪うなんてことあんのか、あんのか、それないだろ。じゃあ心奪ってるやつはほっといていいや、それ以外のやつを削ろう。いいダメージだ、そしていい経験値だ。ここかな、ここでこいつだ、歯応えあるなこのダンジョン、ずいぶんな歯応えだよね。バリ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 、こいつかな。おいいね、じゃあいつもほっとこう。魔法使っちゃっていいんじゃない、スパークレベル23。ゆっくりしてる、おいおい強い。レベル16でも49の経験値くれるのか、これはすごいぞ。ウルド、よしナイスウルド。じゃあここでオーラレベル2、自分に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 、そうです、よし、これでロビーが助かる。いいね、やっぱこれぐらいやってくれると気持ちいいよね。お見事。さてじゃあパペットも削りに行くか、魅了してんのはほっといていいか。じゃあこいつは、しょ、おっそ、いいね魔物を利用するブルザンも、制服を狙うグラミーもどちゃんも悪いやつ、いやいいっす。なんなんそのい、なん倒しにくくなるわこれから先、なんだそれいちいち鬱陶しい。いいなこれでレベル上がるかな。ここ全員レベル16にできるっぽいな。倒そうか、朝倒そうか、倒そう朝。スパーク覚えたんだからスパークで、いらないだろう、フリーズでいけるだろう、フリーズで
りつけ。ナイス、強い強い、いいね、いいね、強い強い強い。あれ、ステータスがもしかしてここから伸びてく大器晩成タイプか。いや全然ありえるよな、大器晩成タイプ。ここまであまりに苦渋を、いやでも大、うーん、どうしようかな。まあ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 、まあ、一応もう少しだけ、もう少しだけ見よう、もう少しだけ様子見で、1軍か2軍かはここから決まってくる。てかもう次が最後の戦闘なんだから、1軍も2軍もねえと思うんだよ正直。全員1軍なんだけどね、全員で戦うんだから。さあじゃあここは一番素早さの速い翼が切り込んだらみんなで行く感じにしようか。いや違うな、ヘラが一番速いわ。ヘラに切り込ませる、ペンペン、あれ全然相手が動かないんだけど、そんなことある、まあいいか。いや絶対出てくるでしょここ。面倒だから一箇所塞いじゃうか、一箇所塞いじゃって、うん、いや二箇所塞いじゃおう。で2体だけ出してその2体を狩るようにしよう、しゃしゃ、そう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 、そうしよう、それがベストだ多分。アルケミスト、うるさいんだこれ、うるさいんだこれ。ナイスナイスナイスもうほら音がおかしいじゃん、音おかしくなってるじゃん今、耳キーンってなってんのと同じだろこれ。麻痺してるやつはどうでもいい、ヒップのアロー、いいね、状態異常にすごいね、みんなガンガン状態異常できるじゃん。バッ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 、うーん、じゃあ15レベルのやつらは16レベルにして、すごいね、上機嫌だ。15レベルのやつらは16レベル、16レベルのやつらはどうしようかな、アシッドブレス、うー強い、これ倒そう、しっかりレベル上げていくぞ、ほい、ペンペンペン、爽やか、ここは回復してあげよう。何にも言わないんだもん、無言、同じ女だからなんかあれかな、何か感じてるのかもしれない。ドゥンドゥ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 戦ってもらおうというか、ループさんに壁になってもらった方がいいね。ここには立たない方がいいな。よしよし、シュッ、いいダメージで、これで削って、あと誰に取らせるか。さあここ誰に取らせる、うぅ、ボルツだな、よし、オーケー、うん、ウルドに殴らせるか、うん、殴らせていいや、もうみんな回復してるし、うおお、罪の楽園といったら最初の技だね、なかなか強いよ。うーん、別にやることないな、うん、やることないな、どうしよう、待機でいいか、うーん、ヒドラもうちょっとガンガン出てきてほしいな、ね、スレイブダンス、メリーゴーランド見たかったな、この画面が引きになるの、わー心を奪ったんだけど、やるなパペッツ、
マジで1軍でもいいぐらいの強さだよな。1軍で全然バリバリ戦っていける、飯食っていけるレベルの強さ。さあロックもこれでレベル16。今日収録時間やばいぞ本当に。4時間半ぐらいやってんだけど4時間半収録してんだよ俺今。マジでおかしいよな。あこれヘラがここで殴っちゃうと、あ来た来た来た、よかった。ペンコが殴れないんじゃないかなって心配したんだけど大丈夫だった。ここでペンコに殴ってもらって倒しはできないけど、うわすごい威力、すごい威力だマジ、凄まじいな。じゃペンコ倒し、いや悪は滅びろ。バーナードもこれでレベル16になるかな。まだならない。よしよしよし、さあ必殺技出れば。出ない。じゃあここはウォルツに取ってもらうと。よーし、あれ全然取らないなこれ。癒しの雫よりは精霊の子だな。あれ意外に出てくるタイミングが遅いな。こいつはもう魅了し続けてくれ。そこでボルテックス50ぐらいのダメージかな。いやー甘かった。54、俺の期待の一つ上を行ってくれるんだよな。エクスプロード、これも50ぐらいのダメージじゃないか。63、イカレポンチだなこいつ。ここに来て火力が爆上がりしてる。早くレベル15にしなきゃ。あ、我に返ってる。まずいまずい。ほいほい。さあ早くみんなレベル15になるんだ。お、ペンギン。よーし、ペンコこれでレベル14かな。ペンフラッシュ初めて見た。なにこれ。あ、これが銀のくちばしの効果。すげえ。やるじゃんペンコ、かっこいい。どんどんかっこよくなるなペンコは。光り輝いてるよ。うぅ、これは魔法でいいんじゃない。横に並んじゃうとさ他の人が攻撃できないから。よしよしよし、いい、十分十分。はい、あれここ、ここ2体しか出てこないの、もしかして。さあ眠らせたか。いいね、これでこっちは放っておいてもいいな。もう一回魅了できない。マニアックビート、なんだこれ強っ、強っというかマジで何なんだこの強さ。ヒドラは眠っている。ヘラがアシッドブレス食らって、アシッドブレス打たれる前に声に出してしまったのが今原因だ。うん、ここは回復してあげよう。ペンペン、うん倒そう。ペンコね、ペンペンとペンコ間違っちゃうわどうしても。未だに。よしよし、で、ボーナイトでヒドラを倒しはできないか。ダブルショットのも40ぐらいでしょ。うん、これでウォルツはレベル15。ここで戦うのはあまり得策じゃないな。これかな、レジストでとりあえず。うん、防御力を戻す。で、あとで、というか、
ウルドでここをオーラしてあげよう。8、いや、やるほどのことじゃないと思う。いや、君でもないわ。うん、そうね、ハズキに倒させよう。いいね、もっと早くやってほしいわ。ただえっ、ー、と大気でウリュードでここにオーラと。頑張れー。回復量やば。よーしよしよし、スナイパーヒプノアローを決めてくれるとすげえありがたいな。まあ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 、16レベルの彼らは何もしなくていいというか何もしないでほしいな。うわ、ペンゴリン、どれくらい食らう。まあ、アシッドブレスはちょっとあれだな、測定不能だな。うわ、朝頑張れよ。負けんだよマジで、こんなことで、こんなところで。ポイズンアタックやるね。こんな時のためにヘラはいろんなものを持ってきてるか。よーし、完璧。ウォルツがじゃあ削りましょう。今レベル14はヘラとペンコか、ヘラとペンコだけ。この二人にあとレベル15になってもらったらもうジョーアーム倒してもいいかもね。よーし、言ってるそばからもうペンコが、うわぁ、バカ上がりしてるな、ほんとに。マジで。とどまることを知らないな。すごいな、マジで。いや、みんなレベル16にするか。せっかくなら。そうだね、みんなレベル16にしよう。こんなに、ねえ、ありがたいところあるんだから手を抜いたってしょうがない。じゃあレベル16になるまでちょっとカットしましょう。うわ、これがメリーゴーランド、地獄のメリーゴーランドじゃないか。じゃあハセだろ、ハセ。成長が止まったな、ついに。ペンペンの成長が止まったわ、完全に。まあ、それもそうだろうな。こんなにやってたら、それ成長も止まるわ、いや。ペンフラッシュ！強い。強すぎるペンフラッシュ。強い。気づいたらもうヘラもペンペンもレベル18、17、一戦級の強さになってるな。で、一番レベルが低いのはハズキというこの骨食いの太刀をなくしたからだな。骨食いの太刀であればもっとレベル上がってたわ。さあ終わりだ、もう長かった、長かったヒドラ界存分に満喫したわ。ヒドラを殲滅して最後は女王アームだけだ。で、女王アームを最後パペットに倒してもらえば OK よ。よし、よろしく決めてくれよ。スレープダンス得意技だ。やったぜ。これ女王アーム仲間に、仲間にできる、どうなの、すごい気になるところ。どう、おっ、今日の私は人は違うよ。いや、今やられたばっかりだろ。やったぜー、やったー。よーし、多分次が最下層なんじゃないか。違った。
まだ先があるというのかこれ。いやもうちょっと待ってくれ、この1軍と2軍のレベルがもうひっくり返っちゃったんだけど、これダメだろ。ちょっと1軍呼んでこよう。そしたら絶対帰るぞみんな。ちょっとお前ら強くなりすぎたわ。なんだこれ。いやもうさ、収録時間が6時間なんだけど前編後編に分けるレベルだよな本当に。ただどうせカットすごいするから、うーん、まあパート一つに収まるんだろうな、パート26に収まるんだろうけど、あんまりじゃないかこれ。とりあえずレベルの低い一軍、そしてレベル18に到達してない人たちを連れてきたわ。この人たちで、ヒドラの大群を倒してレベル上げつつ、最後だね。最後じゃなさそうだしな。あれ前のあの HP1000 ぐらいあるやつとかいないのかな。いや絶対いるよな。